それぞれの思いを乗せた優秀たちがここに集結しました。僕の予想は期待を込めて AC フラッシュです。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあスタートは横一線っていう感じですか。コントレイルは結構いいコントレイル、それについています。サニーブライアンは前目つけたいと思うので、サニーブライアンが先手を取るのかな。サニーブライアン、でもキングカメハメハがいいポジションを取りに行ってるような感じがします。内からはレイデオロ、その外から若引きオレンジの帽子、バグネリアン。